こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本で覇王流潜水艦が引き渡されたその同日、豪州での潜水艦建造計画の進捗状況が分かってきた。未だに進んでおらず、結果的に金額も膨らんでいる状況にある。日本がその豪州の潜水艦受注競争に負けたその時、世界ではどんな動きをしていたのか。豪州の動向も結果的にわかるようになってきた。豪州は中国を見ていたと話ではあるのだが、実はもう少し詳しく見ていこう。月日の経つのは早いもので、オーストラリアが現在運用しているコリンズ級潜水艦の代替となるアタック級計画について、フランスが提案したプランでの実施と決定したのは実に2016年4月のことだった。当時中国系のメディアではこのアタック級の選定の有力候補として名前が挙げられていた日本が漏れたことを指して、中国の政治的勝利であるかのような表現も見られた。いわく中国自らが加えた圧力でこの結果を得たとする。いわば政治的に日本案の妨害に中国の工作が成功したと言わんばかりの、喜びを隠しきれないようないつも通りの言説が散見された。引き換え日本においては、現在の日本防衛の生命線ともいえる総流型潜水艦の技術が、経済的にも政治的にも中国に近すぎると感じられるオーストラリアに、渡らなかったことを安堵する声が多かった。個人的には、どちらかといえば、この見方にうなずけるものの、現実問題としては、果たして今の日本が本当に他国に武器輸出や軍事技術の供与を成し得るのかという根本的な疑問も頭を過ぎる。これはどちらが正しいか否かということではなく、武器輸出を外貨獲得の手段として長年行っているような、例えば今回のアタック級の案件で言えばフランスやドイツとごしてことを進められたのかという意味だ。くしくも2020年3月現在、オーストラリアが採用したフランス案のアタック級潜水艦計画は12隻で当初想定された総額4兆3000億円の費用が4割近い上昇となる約6兆円にまで達していると報じられている。アタック級潜水艦計画破綻しらた費用的な問題だけでなく、建造期間そのものにも遅延が生じているとされており、一番艦の収益自体が予定にしている2032年に間に合わないのではないかともささやかれている。この建造の遅延は様々な要因が重なって引き起こされたものだと見られ、何か一つに絞るというのは難しいと思われるが、そもそも満載排水量で5300トンもの原子力潜水艦を通常動力に置き換えることが困難ではと感じられる。オーストラリア海軍が要望した
アタック級潜水艦は、日本と同じく、四方を海で囲まれた海洋国家軸。長期間にわたって、稼働が可能な通常動力型を試行したものだったが、フランス湾は、スクエ上にしか存在していなかった。これに比べると、ドイツが提案していた216型潜水艦は排水量で、4000トンほどだが、このベースとなった214型潜水艦は韓国、ギリシャ、ポルトガル、トルコなどの国に対して輸出をしており、実績は豊富だった。しかし、214型潜水艦は、排水量2000トンクラスの小型な潜水艦であり、その意味においては、216型潜水艦のおよそ倍にも達する船体での性能は、やはり机上にしかなく、フランス湾よりは実現性は、高いものの未知数と思える。さらに、216型潜水艦の大元とも言うべきドイツが自国で運用している。212A 型潜水艦は、2017年末頃にドイツ海軍が保有する6隻すべてがメンテナンスや故障で、未稼働状態になったと報じられたこともあり、信頼性に不安も残る。そうした観点から眺めてみると、満載排水量で4200トンであり、日本ではすでに11番艦までが就役し、最終の12番艦も進水している。そう、流型をベースとした潜水艦は、実績、性能、ともに群を抜いていると感じられる。しかも、オーストラリアへ提示された費用は不案内だが、日本での、そう、流型12番艦、東流の調達費用は、1隻約680億円であり、フランス湾の同5000億円という法外な価格とは、比べ物にならないだろう。しかし、繰り返しで恐縮だが、問題の本質はそこではなく、フランスやドイツのように武器輸出の実績に長けており、本案件での潜水艦の使用が机上論のみであろうと、臆せず売りつけるような感覚を日本は持ち合わせていない点だろう。この点こそが、武器輸出を産業として捉えている、多くの、欧米諸国やロシア、中国などと、日本とが、最大に、認識を異にしている部分なのでは、ないだろうか。今回、たまさか、通常動力型潜水艦を自国で建造していないアメリカは、この件に、自国の兵器を提案することこそなかったが、航空機などでは少数しか導入できない小国相手に驚くような価格で販売している。さらに、フランスやドイツをもっとうがった見方をするならば、自国から遠く、政治的、経済的にも、関係の薄いオーストラリアに対しては、存在な扱いでも武器さえ売れればよいとする姿勢も、垣間見えているかのようだ。引き換え日本にとってオーストラリアは、アメリカを含めた3国で膨張の一途をたどる中国海軍に、対抗してもらいたいと考えている。
環太平洋の主要な西側諸国の一つだという認識だろう。オーストラリアのアタック級潜水艦導入をめぐる現状は、自国の生命線となるであろう兵器の開発は、決して他国任せにしてはならないという当たり前の事実を、突きつけているようですらある。